イランド、トレットリガス・オリックスは、ホニュコグーテモクウシカイランド族に分類される、グーテイ類。別名イランド、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レソト。ブルンジでは絶滅。 頭道長オス240から345センチメートル尾長54から90センチメートル肩高オス151から183センチメートルメス125から153センチメートル体重オス450から942キログラムメス317から470キログラム頸部の毛色は胴体の毛色と同色オスの老齢個体は 体色が青灰色がかる。死ゆともに1回から1回半のねじれがある。直線的で左右がほぼ平行な角がある。次回の幅は狭く、先端が尖る。下首に肉水があるが、下顎には肉水はない。メスはオスの半分の体重である。メスは高褐色の毛皮だが、オスはやや暗い色の毛皮で、多くは体側に細く白い縞模様がある。 ごく稀に黒い個体がいる。オスは喉に喉袋と密接した重毛を持つ。死ゆとも約65センチメートルに達する、ほぼまっすぐの長い。死で大きな違いはないが、メスの角はオスよりやや細く、長い。体温を最大で摂取7度下げ、水分の発散を抑えることができる。ラクダと同様の能力である。以下の亜種の分類は、ポップスに従う。和名、形態は、 今泉に従う。トレットリガスオリックスオリックスケープイランド退職は、高褐色、左右の目の間の三日月型の白色斑や、胴体の白い横縞がない。主根部に、暗色斑がない。トレットリガスオリックスリビングストニー、ザンベジーランド左右の目の間の三日月型の白色斑がないが、胴体に6から10本の白い横縞が入る。主根部に、暗色斑がない。 トレットリガス・オリックス・パターソン・ヤネス・リデッカー。1906ケニアイランド左右の目の間の三日月型の白色藩があり、胴体全部に明瞭な3から4本の白い横縞と後部に不明瞭な横縞が入る。主根部とその裏面に褐色藩が入る。本種のオスとクーズーのメスで属間雑種を形成した例があるが、この交雑個体に繁殖能力があるかは不明とされる。 サバンナや草原、明けた森林に生息する。草も食べるが主食ではなく、木の葉や枝を主に食べる。根を掘り返して食べることもある。中高生だが、暑い昼間はあまり活動しない。生命数と子供30から80頭で群れを作り、広い範囲を移動する。シゲオは、主に単独行動するか、3から4頭の群れを作り、あまり移動しない。 幼獣の捕食者も含めた主な捕食者として、ライオンやチーターリカオン、ブチハイエナなどが挙げられる。妊娠期間は約271日、131個。授乳期間は6ヶ月。寿命は平均15から20年で25年に達することもある。ただし、個体数が少ないため、捕食者にとって主な獲物となることはない。名前はオランダ語で、ヘラジカのイ。 南アフリカに入植したオランダ人が大型霊養類である本種からヘラジカを連想したのが由来とされる。食用とされることもある。スポーツハンティングの対象ともなっている。乾燥に強い、父の栄養価が高いことなどの理由から、ウクライナケニアジンバブエ・南アフリカ共和国、ロシアなどで家畜化される試みが進められている。一方で飼料のコストがかかることや、 管理が難しいなどの問題もある。宅地開発などによる生息地の破壊、食用やスポーツハンティングなどによる乱獲などにより生息数は激減した。1970年代以降はアンゴラウガンダルワンダモザンビークなどで内戦の影響によっても生息数が激減した。2016年の時点では生息地の大半が保護区や私有地とされ、これらの中では 生息数は安定していると考えられている。アフリカ大陸南部では狩猟用に導入されている。一例としてナミビアでは自然分布は北部に限られるものの中部や南部に導入されている。ウクライナのアスカニアノバ動物園では1948年からエランドを放牧し採入を行っている。アメリカ合衆国でも家畜化の試みがある。ありがとうございます。